道人身事故ニュース速報です。2021年6月1日21時45分ごろ、信越本線の長岡駅から北長岡駅で人身事故が発生した模様です。信越本線での人身事故は今年2件目です。現在、被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。